よし、じゃあ続きやっていきましょう。13年目のシーズンだね。真ん中に、ま、今来てるんですけど、まあ外野陣、西口が怪我をしているというところで、大八木出すか、もしくは笹山、まあ笹山出しとくか。で、立川の能力まず気になるよね。そうだよね、立川だと一瞬よぎったけど立川で会ってたわ。じゃあ、溝口もな、まあ、吉見とかもね、出してあげたいんだけどな。まあ、何せ間がめっちゃ打っているっていうのと、そうだね、あとファーストで言うと相馬じゃないか、サードか。あれ、ファースト、あ、そうか、米野がやってんのか。そうだそうだ。若干忘れ気味だった。まあでもこの野手たちの新人の能力っていうのはすごく気になるところだね。じゃあ、ところとか出してみるか。うん。で、今交流戦が終わったとこだっけ？そうだね。まだ6月の真ん中。まあなんで、今回は多分シーズン終了まで、になるかな。はいはいはい。ちょっとあんまり見てなかったけど。広上は対左ダウンか。勝ち勝ち？負け。まあ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 。ここは5割できている。貯金5。いいね。貯金ができてるもん。まず貯金ができているっていうところ。ここをぜひ評価してほしいね。森内スピード型なんだ。あ、違う、パワー型だ。合ってる合ってる。パワー型でいいね。で、外野は、日比野がちょっと調子を上げてきたと。そういえばあれだな。今センター笹森になってるんですけど、ここで笹山を出しておきましょう。うん。で、あとは、まあ一旦変えずにでいっかない。まあ米野を2番に置くっていう作戦も非常にありだとは思うけど、まあ一旦このままで。まあ間の活躍がどれぐらいあるかっていうのが気にもなるところだしね。ところは0勝1敗か。まあショーツ出してみようか。うん。はい、じゃあ一週間飛ばそうか。さあ、三連敗をしてしまう。ただ、オリックスに三連勝をかます。いいよ、いいよ。全然いい。あ、立川能力判明来たよ。立川能力判明。ちょっと見ていこう。はい。はい。神。神すぎるて。これは神すぎるよ。なんなら、まあでもそうか、ピッチャーの能力で言うと、まあ4球があるっていうのが若干っていう感じなのかな。いや、もうこれは野手にして正解だと思ってるけどね。まあ、ピッチャーっていうね、作戦もあるとは思うけど。いや、これ、あれやな。この状態でさ、なんか、いや、この状態で海外留学行く必要があるのかという疑問になっちゃうんだよね。ここまで能力が高いと。いや、でもめちゃくちゃ強えわ。俺だって、カノーよりも、このカノーの BB もすごいけど、立川は BA だからな。いや、これは弾道上げようか。もしくはパワーヒを先につけるか。いや、これ弾道からやろうか。うん、弾道からいこう。さあ、あと能力判明していないのがこの今野と米野。まあ米野のミートもすごく気になるところではあるので、まあじゃあもうちょっとだけ飛ばそうか。いや、立川がどんな成績を1年目で残すかっていうのがものすごく気になる。はいはいはい、いいよ。勝ってる勝ってる、全然勝ってる。
まあ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 。いや、ロッテがめっちゃ強えな。6ゲーム差つけられちゃってるけど、お、たや、頑張ってる。へえ。さあ、これね、A クラス、B クラスがはっきりと分かれているんだけど、まずピッチャーの方をさらっと見ていくと、タヤ5勝3敗、ショーツも2勝してる。塩崎が8勝、木村3勝。まあ、ヒルタと長岡ちょっと変えようか。まあ、越野出して、まあ、あとは江藤、北沢、あ、星川出そう。あ、星川めっちゃ強い気がする。伸びと玉持ちでしょ？え、めっちゃいいじゃん。で、中継ぎは海老沢をちょっと下げたいから、新た出して。まあ、あとこの長橋も出してあげたいかな。うん。そして森内の二塁手転向が順調に進んでるね。まあ、ノリノリになったところで出してあげたいけど。はい。っていうところでまた1週間。星川ノリノリ終了か。ここで5連敗をかましてしまう。まあ、連敗は止まった7ゲーム差の3位。いや、1位2位が強いな。オリックス、ロッテ。先発陣。まあ、越野もう一回投げさせてもいいかな。まあ、星川ももう一回、いや、三石にしよっか。実績を考えたら、絶対そっちのがいいと思うんで。お、紺の能力判明してるけど、めちゃくちゃ強くね？めっちゃ強え。もったいないな。こいつ使わないのもったいねえわ。いや、竹谷。どうしよう。キャッチャー今度使ってみる。そして米の判明。うわ、満塁以外ホーム突入走塁。てか、能力高えな。まあ、ミート A ではなかったもののっていう感じだもんね。いや、いいよ。非常にいい。立川が3割2分7厘16本。どうしようかな。まあ、ここで溝口をもっかい出してあげたいけど、変える人が、まあ、平松のとこ変えてみるか。ちょっとね、今野使ってあげたい。さすがにこのバッティング能力を使わない手がないんで。で、レフトに、もう一回溝口。で、ここ、レフトとライト入れ替えて、で、いっかなー。で、4番がいなくなるか、そうすると。そうすると4番も立川じゃないかな。で、3番に米の奥。で、加納、間、溝口、笹山あたり。こういう布陣で行ってみようか。はい、じゃあまた1週間。あ、これで前半戦終了だね。さあ、頑張って。勝ち越し、オリックスに勝ち越して。楽天には負け越し、8.5 ゲーム差の3位と。いや、全然いい。貯金まだあんじゃないの？多分。ないかな？貯金4。オッケーオッケー。ってことで、前半戦が終わったので、軽く見ていこうか。軽くね。塩崎8勝。いや、これは2桁勝利いったんじゃないかな。そしてちょっと待って、規定に乗ってるピッチャー少な。マジで言ってるか。規定投球回に行ってるピッチャーが少なすぎる。西山って人が9勝か。ミート型ね。なるほど。西武森内いいね。まあ、この今井っていうピッチャーめっちゃいいな。
中継ぎはホールド、コセムラスカワ。うん。まあロッテ、オリックスがやっぱり目立つね。野手の方、首位打者は惜しいね。ホームランは、うわぁ、26本、サトテル。確か17本。打点が2。得点圏がめっちゃ高えな。いや、めちゃくちゃすごいわ、本当に。こいつが18歳なの、おかしいだろ。サトテル37。あぁ。で、アンダで言うと、立川と相馬が争っていて、米野もね。いや、なんなら米野も新人王候補だからな。マジで。で、広上がちょっとあれか。ここ変えるか、やっぱ DH を。DH 変えた方がいいかもな。日比野はホームラン10本。なんとも言えんな。なかなか難しいな。まあそうだな、ホームラン打てる人を増やしていかないとね。うん。で、ちなみに今野2割8分9厘。打ってる。いいんじゃないの？溝口もまあまあ打ってるな。引き続きじゃあ、このね、打撃能力でパリーグの何位につくことができるか。いや、さすがにここまで来たら A クラスには行きたい。じゃあまずは8月の頭まで、オリンピックもありーのっていう感じで飛ばしちゃいます。さあリフレッシュして7月の MVP、 まあ7月は試合数が少ないからな。立川もしっかり打っていたと。さあここからまた、ギアを上げていきたいところなんだけど、北沢がちょっとこれ一軍に入れないぐらいの投手力を持っちゃってるんで、あとはまあ森内がさっさとセカンドを習得していただきたいっていうところと、西口をこれ出してあげようか。森山と交代して、いやー、日比野がな、もうちょっとな、打ってくれれば。いや、完全に間がハマってる。これあれだな。DH を変えましょうか。いや、笹森 DH とか全然ありな気がすんだよな。まあ、でもこの西口のパワー比降格っていうのがやっぱりでかいかな。で、ライトに日比野を入れて、で、いっかな。まあ、ファースト森越を使うっていう作戦も全然ありなんだけど、まあ、ちょっといろいろ考えると、こういう布陣になるかな。で、4番に日比野を入れて、2番に立川にしようか。で、3番米野。まあ、こういう感じで、あと、カノーをやっぱり5番に置きたいかな。うん、これでいこう。で、練習設定の方はこれでいいのかな？広上がそろそろ流し打ちを覚えるか。うわ、相馬いいなぁ。めっちゃ頑張ってる。まだね、優勝の可能性っていうのもね、ゼロではないんで。いや、日比野これなぁ、打ってほしいよなぁ。ちょっと能力上げたいけど無理か。一応パワー連にしといて、チャンスアップを、いや、米野にするか。チャンスアップ入れて、まああとパワーヒッターが残ってるけど、さすがに立川は弾道からかな。あとキャッチャーアップか。いや、今のキャッチャーアップでしょ。うん、これでいきましょう。はい、じゃあまず6試合いこうか。さあ、南條がノリノリ。ちょっと待て、今4連敗をかましたんでちょっと危ないですね。
早速の4連敗をかましていくと。なんで、まあ、南條をここ出していきたいところ。で、馬場を先発にする？先発にしようか。なんで、木村と一回交代させて、木村のところに岡山入れて、ショーツもちょっとこれ変えようか。長岡行きます。小松原、まあ悪くないけどな。どうしよう、誰行こうかな。君に決めた。じゃあ、巻き返しをしていきたい。5連敗。6連敗。後半戦開幕6連敗と。いう、ちょっとつまずきを見せてしまったな。うわ、日ハムが近づいてきた。ああ、そして森越が怪我したのか。じゃあ、ここは大八木を出しましょうか。で、後半戦は誰が打ってないんだろうな。いや、西口もなんか、ホームランの数が順調に増えてそうだけどね。やっぱりちょっとピッチャーがあれだったのかな。8勝6敗塩崎。ちょっとだからリフレッシュさせた方がいいのかもしれないけど。まあ、一旦このまま、行きましょうか、6試合。頑張れ。さあ、ここで4位に転落をしてしまう。いや、10ゲーム差つけられてんのか。まあ、先発陣で言うと、まあ、どうだろうな。ああ、塩崎9勝。これは、10勝したいから。ああ、長岡がちょっとあれか。一回ここで滝挟むわ。滝を挟んで、あ、原田、使いたい。で、塩崎を一回10日ほど休ませてからだな。てか、今野めっちゃ打ってんじゃん。いや、これも打線で引っ張っていくしかねえな。立川3割、11盗塁、19本。いや、これ打線なんとか爆発してほしいな。いや、これ4番誰かな。立川4番の方がいいのかな。なんとなく日比野を入れてるけど、いや、さすがに日比野のがいい気がするんだよな。間を5番に置く？いや、これさ、間に1番か2番だな。いや、間1番だな。2番に相馬、3番に立川、4番に、日比野、5番に米野。この布陣にしようか。笹山のところが、ちょっと、あれか、センターっていうところ。まあ、じゃあ笹森にしてみようか。いや、ここは粘りを見したいところだね。この6連戦。頑張れ。1勝1勝4敗、1雨天延期。いやー、マジか。いや、借金生活に変わっちまったか。じゃあ、ショーツを出しますか。いや、もう、ヒルタは、ちょっとここ変えずに、コシノを、ところと変えます。あとは、あ、北沢とか出すか？なんか北沢とか出した方がいいのかな。さあ、野手の方はだいぶ、ちょっと加納がマジで打ってないのがすんごい気になるけど。いや、もうあそこは変えるつもりないんで。西口打ってねえのか。じゃあ DH 戦の松木出すか。
もしくは広上か。ちょっとここは起爆剤として松木に、出てもらいましょう。いや、ここ本当になんとか粘って A クラス入りたいんだよな。粘れ粘れ粘れ。14ゲーム差？いや、日ハムも 12.5。また日ハムといい感じじゃん。いや、もうここまで飛ばすか。頑張れ。まあ日ハムと 1.5 ゲーム差。結局ロッテが優勝は優勝なんだけど、あわよくば2位まで狙えるというところ。でも5位にもなる可能性もあるっていう。いや、苦しいね。さあ、状況を見ていくと、若干カノーは調子を取り戻した。立川が素晴らしい1年目を。もう完全にチームの中心になっちゃってるんだけど、なんで、あれだね、立川が入ったのに、まだ B クラスにいるんかと、そう言わせてしまうような感じになっちゃってるんだけど、星野、どうだろう。北沢行くか。北沢行きましょう。で、まあ、この辺別に、そんなになんか不思議な、その、変えないといけないっていう感じではないけど、まあ、倉持とか出してあげたいんで、石橋とかもな、ちょっと石橋行ってみるか。で、森口がちょっと打たれ気味ではあるんで、抑え福留行こうか。まあ、スカは、小瀬村は変えずに、福留をここで出すという。割と賭けではあるけど、4試合だけ進めよう。いやー、6対5。日ハムに負けるのはなー。いやー、今シーズンはマジで A クラスはいけると思ってるんだけど、ダメかなー。いや、そんなにおかしい人がいないんだよね。いや、みんな頑張ってるから、いや、コシノも別に変える必要ないと思うんだよな。なんで、まあ、南條を変えてみるか。三石中継ぎに、一旦回します。いや、ここやっぱ正捕手竹谷にしてみるか。いかにキャッチャー B が強いかっていうのを、見せていこうか。これで、一気に上がっていきたい。4連戦。どうだ？1勝2敗ぐらい。いまいち上がってこんな。でも、日ハムがめっちゃ近い。で、残り11試合で、この差なんで、3位は狙える。全然狙える。で、ここで立川を見ましょうか。さあ、立川の第1打席。いや、もう1年目から3割残すんじゃない？しかも100打点？これ1年目から100打点ってすげえな。普通に言ったらもう行くもんね、100打点。やばすぎでしょ。本当にすごいな。30本も、あわよくばって感じだもんね。うわ、いいバッティングする。そして2塁。素晴らしすぎる。いやー、ロッテに4点を先制されたか。いやー、ここは立川がね、なんとか、やってくれることを信じて。ここはファーストゴロ。チャンスで打てず。さあ、満塁だ。第3打席、立川。ここは打ってほしい。見してくれ。風速10メートルの向かい風の中。さあ、追い込まれたけど、三振とか赤徳持ってないんで、いいよ。さあ、ここへ見て、打てるぞ。いや、さすがのバッティング。2点は取ったな。
いや同点だ。いやマジで頼りになる。マジで頼りになる。おそして2点取られてしまうが第4打席。さあ立川。7対6って。ピッチャーがマジで。頑張ってほしいんだけど、いやちょっと投手が打たれすぎだなっていうか、あれだもんね、ロッテがまず強いっていう。うわまあ負けたか。まあこうしょうがない。うーん、なんか先発が振るわないね。なんかちょっとね。あ、浅山の補給が E になった。まあ、普通に進めるか。日ハム戦だけは、なんとか。お、いいね。3連勝かました。そしてここで日ハム戦。いや、でもこれ、下手したら5位だもんね。本当に。残り7試合。マジで大事だ。CS に行けるかもしれないからね。普通に。あ、そして塩崎が2桁勝利。チーム初の10勝目を挙げたね。いや、長かったね。13年目でようやく2桁勝利の選手が出たわ。まあ、この大事な、日ハム戦っていうところなんで、しっかりオーダーを組んでいきたいんだけど、まあ、笹森もな、なんか、中途半端ではあるけど、一旦溝口、やっぱ守備からって考えると、溝口になるのかな。うん。じゃあ、この布陣で。出番は、間とかにしてみようか。行きましょう。さあ間対左2割8分7厘ていうかめっちゃ活躍してくれてるな間。まあ曽我部から、レギュラーを奪ってのね、奪ってのこの活躍だからね。いや本当によくやってくれてる。そして左ピッチャーに強いからね。これはセンターは超えないな。お、水谷ってまだやってるんだ。へえ。さあ、ここ。まずは先制点を取っていきたい。蛭田がしっかり抑えてくれてるんで、ここ打ってくれ。松木が出てるからね。足も速いし、素晴らしいナックルカーブが来たか。はい。で先制点を許したけど、間の第3打席、ここはまあ相手ピッチャーもなかなかねノリノリなんで、で3球種しっかり持っててっていうバランスのいいピッチャーだね。うわ、これはレフトじゃない、ライトフライ。うん、いや日ハムには勝たないといけないからね。いや抑えられてるな、めっちゃいいなこいつ。苦しいね、一番バッターとしては塁に出ることを念頭に置いてほしい。いやーここはサードライナー、苦しいか。取ったけど取られたよね。うわーうわー。9回23号立川意地の一発を見せたけど、これはちょっと苦しいんじゃないかな。というか100打点広上流し打ち獲得。うわー、じゃあ最後のあがきとして、一発のある西口
を DH に置こうか。で、センターに溝口を置きます。で、キャッチャーは今野にしましょう。いや、もうこれが最後のあがきだ。最後のあがきとしても、頑張れ！あがけ！あがけ！あがけ！いや、はははは。3位に滑り込んだ。よかったー。A クラスだー。初の A クラス。ようやったわ。よし、じゃあ初めてね、3位に滑り込んで A クラス、クライマックスシリーズに進出が決定、しましたので、まあそこやっていこうと、思います。で、一応もう一軍の方はさらっと整えておきまして、広上とかを戻しています。はい、そういう状態です。で、まあ一試合一試合スキップで見ていくっていう感じでいいかな。うん。まあ試合見てもいいけど、まあ一試合ぐらい見るか。はい、じゃあ CS 行きましょうか。出番設定で、三石これ先発行っていいんじゃないかな。いや行っていいと思う。で、広上を DH で使うか。調子のいい人使っていく感じでいっかな。で、見るのは立川でいいでしょう。いやー、なんとかね、クライマックスシリーズに滑り込んだと。まあでも3位になったからね、これも、一番気になってるのはお金の部分で、ポイントがこれだいぶもらえるんじゃないかと、思います。さあ、そしてやはりね、この打線を見るとホームラン少ないなっていうのがあって、1年目18歳のこの立川が一番ホームラン打ってるっていう、どうもスラッガー不足っていうのがあるんで、まあ出塁という意味ではね、みんな足速いし割とできてると思うので、やっぱり返す人、チャンスに強い、ホームランの打てる、そういう選手を、まあこのオフシーズンに取りたいね。さあ、第2打席。第1打席はセカンドフライだったか？ここはファールチップか。先発三石がしっかり抑えている。そして2点を先制。やっぱりノリノリの選手を使うっていうのは一番結果の出る近道かもな。こいつは150キロのストレート持っている。ランナースタート、相馬が盗塁成功。さあ、チャンスでね、チャンスに強い立川が、ここはショートゴロ。OKOK、まあ2点を先制している、しっかり抑えている。 OKOK、 いいよ、来た。西山がレフトやってるんだ。ここはセカンドゴロ。ここに来てヒットが出ない。ただ他のチームメイトが頑張っている。第5打席が回ってくる。いやー、ここもセカンドゴロ。結局立川に、当たりは出なかったと。ただ三石しっかり抑えて、残り、8回9回もしっかり抑えて、素晴らしいね。川が結局セーブしたんだ。いいよ、クライマックスシリーズで勝利。滝が打球反応、小瀬村打たれ強さアップ、いいじゃん。まあせっかくならもう一試合見ようか。先発越野、個人的には、蛭田、田崎、田谷、早いってみようか。で、広上を DH で使う。ライトに、まあ、西口とか置いておくか。ち
ょっと4番っていう立場はだいぶきついかもしれないけど、まあ立川を見ましょう。まあ当然負けれない一戦なんで、エースを出してもっていうところだったけど、まあ先勝してるんで、まあエース格のタヤを選出したっていう感じですね。お、これセンター超えるね。いいね。先制点を叩き出した立川、素晴らしすぎる。まあ実際シーズン終盤にかけてちょっと打率を落としながらの感じだったんで、今調子あんま良くない時期かもしれないね。ここはライトへのフライ。うん、ここで1点取れたらでかいけどね。外野前進している。前進守備の頭を越えてくれ。さあフルカウント。いや、めっちゃいいボール来た。それは打てねえ。3点。おお、よく抑えた。よしよしよし、ファーストステージ突破じゃん。いいね。早がしっかり抑えてくれた。さあファーストステージを突破したと。じゃあセカンドステージはぶっ飛ばしでいっかも。スキップで飛ばしましょう。オーダーをしっかり考えてっていうところだね。あ、だったらコシノから入るっていうのは一個ありなんじゃないかな。なんでタヤを一回休ませます。で、まあ調子良さそうなんで今野をちょっと上に上げて、広上でつないで、まあこのままでいっか一旦は。はい、任せた。おお、今野ホームラン打ってる。いいね。8対4。あれ、勝ってるぞ。長橋玉持ち丸か。CS 第2戦で、塩崎先発でいいでしょう。ライトこれな、西口ライトにして DH 広上。いや、西口ファーストと、いや違う、こうか、森越を4番に使ってみようか。さすがにゼフ長の人は使いたくないんで、これでいこう。任せた。おお、連勝した。2対1。投手陣がめちゃくちゃ頑張ってんじゃん。あれ、日本シリーズまさかいけるか。さあ、第3先発ここで蛭田を出すで、森越ファースト、ライトに米野でいっか。広上 DH、 なんか広上めっちゃ良さそうだもんね。じゃあこれでいきます。あー、ここで大敗か。なるほど、これで五分になった。いや、もうこっからは本当に総力戦。じゃあタヤ、ババ行こうか。ババ行ってちょっとこれは一旦もうスカは休ませで行こう。でショートか、ショート曽我部、 DH 広上、調子のいい人をもうどん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 使っていくと。もうこれでいいんじゃない。うん、これでいいわ。任せた。あ、
あれ あれ通常試合にしちゃった、もしかして。お待たせいたしました、ゾゾマリンスタジアムです。あ、高速試合にしたか。高速試合ならまあまあいいや。勝てないか、残念。いやー、ここで連敗来てしまった。これで大手だもんね。さあ、もう後がなくなったぞ。じゃあここで先発タヤにしようか。タヤにして、スカワとか戻して、森笠のところにショーツ、いや腰の入れとくか。で、まあここはデフォルトで任せようか。うん、任せます。これ出番で見てる、これ、もしかして。あ、そういうことか。じゃあいいや、このまま見ていこう。さあ、この試合負けたらロッテが突破、勝てば、明日に持ち越しと。いいよ。おお、2安打で抑えた。いや、タヤめっちゃいいな。さあ、3勝3敗まで来た。日比野がホームラン打ってくれてるな。やるな、絶不調なんだけどね。うわ、今野怪我した。やべ。はい、じゃあ第6戦、行きましょうか、運命の。ここで、先発、ショーツしかいないか。ここで託すか、ショーツ。ちょっとみんな疲れ気味だけど。まあ、この布陣を信じようか。うん、この布陣信じますで、竹谷、正捕手で。いや、もう信じるよ。頼む。うわあ。めっちゃいい試合だけど、これは勝ってほしかったな。福留が打たれたのか。劇的な負けか。まあまあまあ、良かったんじゃない。まあ基本的に優勝して日本一になるっていうのが、まあ一番の目標でもあるんで、まあ日本シリーズはお預けということですね。じゃあ、1年間お疲れ様でしたと。